武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は愛媛大学の物理の勉強について話していきたいと思います。物理ですが、医学部以外は、大問4題で100分、医学部はその大問4題の中から、2個を向こうから、ここを解いてくださいという形で指名されている形で大問2つ解き、科学でと、物理でトータルで100分という形になっています。で、この医学部医学科に関して言うと、年度によって、まあ、力学、熱力学の年と、まあ、電磁気波動を解く年のような形になってて、力学を解かないこともあるというので、ちょっとそこが特徴かなと思います。ただどっちが出るのかは結局出てみないとわからないので、まあ、毎年ちゃんと全範囲過去問で出た範囲は確認しておく必要があります。で、問題に関しては答えを記述する、形式、にはなっていますので、まあ、基本的には標準的な問題集、まあ、マーチレベルまでの、まあ、良問の風、だったりをしっかりこなしていけば十分対応できる難易度でしょう。で、まあ、答えしか書かなくていい分、割と設問数は多めにはなっていますので、スピードを意識した学習が必要となります。で、問題そのものは、まあ、見た瞬間の解き方がある程度分かるようなものが多いので、誘導に乗って答えていけばミスさえしなければ大抵の問題解けるでしょう。ただ、ものによってはもう、難しいというものが出ることもありますので、まあ、ここももう、全部取って本当に満点取れるつもりぐらいやっておきたいという場合であれば、総計レベルまでやっていったり、まあ、重要問題集などで、網羅性高く仕上げておくなど、やるということも考えられますが、まあ、これに関しては、本当に余裕がある、もしくは医学部医学科志望で、確実に理科で稼ぎたいという場合の、対策になるかと思います。基本的にはマーチレベルの参考書、を仕上げておきましょう。で、まあ、グラフなどを書く問題や、まあ、論述問題、年度によっては出たこともありますが、出題率そのものはかなり低いので、こちらを対策する場合は、まあ、余裕があれば国公立標準問題集キャンパス、やっておいて、まあ、ただこれは、マーチレベルの参考書を仕上げた上での追加で、考えておいてほしいかと思います。以上が物理の勉強となります。